こんにちは。こんにちは。始まりました、ときめき韓国語。はい、今回の表現はですね、こちらになります。はい、はい、じゃあ、お箸、ちょっから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 、スプーンは、すっから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 、ら、ら、うん、すっから、すっから、はい、じゃあ次が、ポク、フォークですね、ポク、フォーク、ポク、フォーク、オッケー、ナイフ、これはナイプ、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 はい、じゃあ次が、サラ、これはチョプシ、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 はい、じゃあ次が、トリザラ、アッチョプシ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 、そう、アッ、アッチョ、チョ、シ、シ、アッチョプシ、アッチョプシ、そう、そう、こう、じゃあこの6つの表現は食堂で使いますね。例えば日本語で取り皿くださいよく言いますね。じゃあ、はい、これを韓国で取り皿が必要な時、アッチョプシ좀주세요って言えます。アッチョプシ、アッチョプシ좀주세요、주세요、うん、もう一回、アッチョプシ좀주세요、アッチョプシ좀주세요、そう。じゃあじゃあお箸を落とした時あるんですよね。お箸を落とした時、はい、そういう時は同じようにちょっから좀주세요、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 はい。じゃあ次はスプーン、はい、これがすっからでしたよね。じゃあ同じようにすっから좀주세요、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 はい。発音に注意してちょっと注意してくださいね、はい、うん、はい。じゃあ今回はここまでです。はい、じゃあ皆さん、ではさようなら、アニョン、アニョン。皆さん、ご視聴ありがとうございます。なんとですね、はい、ときめき韓国語がもうすぐ100回目を迎えます。100回目な、ということでですね、100回目は生放送を行います。はい、はい、その生放送は7月9日、7時夜、7時、はい、に夜7時です、はいはい、に行いますので、ぜひご参加くださいね。はい、はい、じゃあではお待ちしてます。